が走ろう。自転車で走り慣れた道を、僕の悩みも君の憂鬱も、気がつけば忘れているから、あんまり考えすぎるとノイローゼになるよって、昔から僕を知る先生に言われた。食欲がない時、体が変な感じの時、誰だってあるよね。そんな時は自転車で走ろう。自転車で走り慣れた道を、僕の悩みも君の憂鬱も、気がつけば忘れているから、気がつけばお腹が空いてる。